こんにちは、アッキーです。この動画ではアキラという作品を紹介していきます。作者は大友克洋。もともとはコミック作品なのですが、1988年には大友克洋自身が監督を務めたアニメーション映画も公開されています。コミック版と映画版では物語の展開が大きく異なるのですが、どちらも大友克洋の作品ということで、この動画ではコミック版と映画版を区別せずに両方をまとめて紹介します。そして例によってこのアキラを紹介しようと思ったのには理由がありまして、それはもちろん僕が好きな作品であることはさることながら、このアキラも前回紹介したブレードランナーと同様に、なんと物語の舞台が2019年なのです。ということで2019年も残すところあと数日なのですが、なんとしても今年中にアキラの紹介動画を作らなければと思い、現在慌てて録音している次第です。それではまず簡単なあらすじを紹介します。舞台は2019年、オリンピック開催を翌年に控えたネオ東京。主人公である金田率いる暴走族の少年たちがバイクを走らせていたところ、突然目の前に奇妙な容姿をした男の子が現れ、メンバーの鉄夫が避けきれずに衝突してしまう。鉄夫は事故現場に現れた軍に連行され、その後軍の研究機関で超能力に目覚めるのだった。そして全ての中心であると密かに囁かれるアキラの正体とは、という物語です。次にこの作品の魅力をいくつか語っていこうと思います。まず、あらすじの時点でお気づきかとは思いますが、この作品はなんと2020年の東京オリンピックの開催を予言していたのです。これだけでも今、アキラを見る理由になるのではないでしょうか。そして、アキラ最大の魅力は、なんといっても大友克洋の圧倒的な画力です。はっきりとした均一な線で描かれる大友克洋の緻密でリアルな絵は、平面であるはずの紙の上に、画面の中に独自の世界を生み出し、見るものを引き込みます。人物も美化せずリアルに描くため、作中に美男や美女は登場しませんが、それでもすぐにその物語に魅了されてしまいます。アキラの漫画の一コマ一コマは、それぞれがもはや独立した一つのイラスト並みです。そんな大友克洋が後の漫画に与えた影響は大きく、漫画史に大友以前、大友以後という言葉が生まれるほどです。映画版に関しても映像のこだわりがとても強く、緻密な書き込みはもちろん、プレスコという音声を先に録音してから映像を制作する手法が用いられたことでもアキラは有名です。この手法によって通常のアニメーション作品では登場人物がセリフを発する際、口は同じ開閉の動きを繰り返すだけですが、アキラでは言葉にあった通りの口の動きが表現されています。また、ここまではその画力ばかりを紹介してきましたが、ストーリーも魅力的です。展開がとても早く、超能力による戦いは想像を凌駕するほど派手でスリリングです。そしてサイエンスフィクションとしても好奇心をかきたてられる作品になっています。少し核の話になりますが、アキラは人類の次の進化の始まりを描いた作品だと僕は考えています。この壮大なテーマこそ、アキラの真の面白さだと思います。アキラには、もう始まっているからね、という有名なセリフがあります。超能力や人類の進化など突拍子もない話に聞こえるかもしれませんが、もしこの作品がオリンピックの開催を予言したように未来を予言していたのだとしたら、それはもう始まっているのかもしれません。と最後はなんだか都市伝説のような語りになりましたが、以上でアキラの魅力の紹介を締めさせていただこうと思います。最後に僕とアキラの出会いについて話します。それは僕は小学生の低学年の頃、祖母の家で妹とかくれんぼをして遊んでいた時のことでした。僕は祖母の息子、僕からするとおじにあたる人物が昔生活していた部屋に隠れました。するとそこに「アキラ」と書かれた大きな漫画本が積み重ねられていて、僕は好奇心からその本を開きました。するとそこには今までに見たことがないほど緻密でリアルで迫力のある絵が描かれていて、僕は物語は全くわからないものの、すぐにその線で描かれた世界に引き込まれました。余談でしたが、これが僕とアキラの出会いのエピソードになります。この時のことを何年も経った今でも覚えています。おそらくその頃、僕はローマ字をほとんど読めなかったはずなのに、アキラのタイトルをずっと記憶していました。アキラの衝撃はそれほど強烈なものでした。ぜひコミックでもアニメーション映画でもいいので、アキラに触れてみてください。おそらく記憶にずっと残る作品になると思います。ということで、
ここまでご視聴いただきありがとうございました。作品に興味を持ってもらえたら幸いです。では、未来でまた会いましょう。バイバイ。